元メンバーがイルミナティ内情を全暴露。こんにちは、ゆるふわチャンネルのいのりちゃんです。先日ご紹介したイルミナティの元メンバーでオランダの金融会社創設者であるロナルド・ベルナルド氏、インタビューでイルミナティの内部事情を詳しく暴露して多くの衝撃を与えましたが、そのタイミングで同じく元イルミナティのメンバーが匿名で内部秘密を暴露しました。元メンバーがイルミナティの実情と目的を暴露。今回は元イルミナティのメンバーであった66歳の男性 A の驚くべき暴露話をご紹介します。イルミナティの内情とその目的が赤裸々に語られました。47年間にわたってイルミナティのメンバーとしての活動、19歳の時にイルミナティにリクルートされ、その後47年間にわたってイルミナティのメンバーとしての活動に先進してきた A 氏は、イルミナティの歴史の中に7人しかいない出発の儀式を行った一人でもあり、その重責についに耐え忍ぶことができなくなり、組織との一切のコンタクトを絶ったといいます。イルミナティの活動。一体イルミナティはどのような活動をしており、何を目指しているのか。 A 氏はまず話のきっかけとして次のような簡潔な言及を行っています。バラク・オバマはイルミナティのメンバーではない、もっとひどい存在だ。新しい宇宙船のスペースフライトは実在し、簡単に地球の衛星軌道に行ける航空機としてイルミナティの装備になっている。しかしそれほど愉快なものではない。アメリカ・コロラド州デンバーは邪悪な地である。エイリアンは我々に伝えられているイメージのものとは少し違う。大規模地下施設。 A 氏が詳しく明らかにしているのは、世界中に439あり、イルミナティの活動の拠点となっている地下施設の存在です。一番大きな地下施設はブラジル・サンパウロにあり、5000人が10年間生活できる設備と物資を備えているといいます。作られた目的はもちろん核戦争や大規模自然災害などを想定してとのことです。ハリケーン・カトリーナやハイチ地震はハープが関与。気象兵器と呼ばれているハープは存在し、実際に使われているといいます。ハープはイルミナティの占有物ではなく、各組織によって共同管理されており、普段は太平洋にある水中施設に保管されているということです。ハープは1980年代に開発され、2007年にアメリカ南東部を襲ったハリケーン・カトリーナや2010年のハイチ地震マグニチュード 7.0 はハープによって引き起こされたということです。NASA の月面着陸は人類初ではない。月に関しては疑惑や陰謀論が多いものの、1969年の NASA の月面着陸は本当に起きたことであるということです。しかしこの時が人類初ではなく、
その7年前の1962年に当時のソ連が人類初の月面着陸に成功していたそうです。しかし当時のソ連当局はこの事実を完全に隠蔽したといいます。そして1969年の月面着陸の後、アメリカは月面にミサイル発射施設の建設を秘密裏に行っており、現在月面上には2カ所のミサイル発射施設があり、イルミナティが掌握しているといいます。施設には核ミサイルも装備されており、地球からの遠隔操作でミサイルを地球上のどの場所にいつでも発射できるということです。誰がトップリーダーなのか。イルミナティの組織の中で最高位は存在せず、各地域にそれぞれのリーダーがいるといいます。では実際の各地域のイルミナティのリーダーは誰なのでしょうか。北アメリカ、ウォーレン・バフェット。補佐官にはベン・バーナンキに加えてゴールドマン・サックス CEO のロイド・ブランクフェイン。南アメリカ、以前は元ベネズエラ共和国大統領のウゴ・チャベス。任務の遂行は難しかったためウォーレン・バフェットらが兼任する形で南アメリカも掌握。ヨーロッパ、北アフリカ、元フランス大統領ニコラ・サルコジ、元イギリスの首相ゴードン・ブラウン。中東、イスラエル首相ベンヤミン・ネタニヤフ。アジア、ロシア大統領のウラジミール・プーチン。反イルミナティの言説が多い中、実際プーチンはイルミナティの名誉メンバーといいます。いかがでしたか。まだまだイルミナティ内部の暴露は続きます。プーチン大統領はイルミナティではないことを望んでいましたが、やはり世界のトップは大体イルミですね。皆さんは今回の暴露どう思いますか。コメントお待ちしております。この動画がたくさんの方に見ていただけるように動画の拡散を希望しています。ご協力いただける方は最後にグッドボタンを押していただけたら幸いです。チャンネル登録もお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございます。